こんにちは、中島清隆さん、どうもいつも動画見ていただきましてありがとうございます。そしてコメントどうもありがとうございました。で、早速なんですけれども、英語のまま、要は日本語に訳さずに理解する方法ってあるのっていうことだったと思うんですけれども、今日はそれについてお返事の動画を作りましたので、ぜひご覧ください。お役に立てたら嬉しいです。では早速いきましょう。英語を訳さずに分かる方法ということで、実は非常に多分日本で普通に学校教育を受けて育ってきた人、私もそうなんですけれども、そういう人たちにとっては英語を英語のままで頭の中に入れるのって非常に難しいと思うんですよ。なんでかっていうと、例えば学校の授業で新しい単語、簡単な例えなんでドッグでいきますね。ドッグが出てきたら、この単語を学校で覚えるときにドッグ、犬っていうふうに覚えてるじゃないですか。でテストとかですら犬の単語を書きなさい、英語で言うと何ですかって答えでドッグとか、そういうふうにやってるので、絶対なんて言うんだろう、日本だと単語を覚えるときにこれイコールこれっていうふうに英語と日本語で覚えてきてしまったので、これをずっとやってきてしまうと非常に難しいんですよね。この多分脳がこういう感じであると思うんですけれども、脳さんの音で、もう英語を日本語に訳してから入れるっていういう脳になってしまってると思うんですよ、ほとんどの人が。私もそうだったので、なので結構非常に難しいんですけれども、なきにしにもあらずだと思うので、というか現に私は最近というか、そのアメリカに行ってからはですね、英語をそのまま理解することが、ある単語についてはできるようになってきて、今はもうほとんど入ってくるようになったんですよね。でそれなんですけど、もうこれね、本当全体公開ぜひしたいぐらい非常に面白いなって思うような話なんですけど、どうやって言えばわかるかな。まずこの方法するにはちょっと特殊で、普通のアドバイスみたいに10個これをやればこうなりますよっていうのを言い切れないので、まず脳の仕組みというのか、英語を英語のまま理解している人の脳と英語を日本語に訳してから理解している人の脳の違いをまずは認識するべきかなと思います。なのでちょっとその辺をお話します。で通常こういうふうに皆さんなってしまってますよね。ではこれを英語を英語のままで理解するには、こういうふうに変な形、これ脳です、一応脳がありますよね。でこれを英語のまま理解しなくちゃいけない、理解したい。でも私たち日本人なので、日本語も同時に理解しときたい。なので今私の頭はこっちになることが多分できてるんですね、一応。なので多分海外ドラマとか見ててもすんなり理解できるようにはなったんですよ、なんかある日突然というか。でなんでかなって思った時に、例えばドッグっていうこっちの脳の人の覚え方言いますね、単語のこっちの脳で覚えた単語っていうのは、ドッグっていうのを私の場合、これ簡単な単語もちろん学校で覚えたんですけど、例えば現地で これ何かわかります？一応犬のつもりなんですけど、現地で道をこう、例えば犬が歩いてます。で私が例えば、あれかわいいって、Oh, it's so cute! とかって言うとするじゃないですか。で、ドッグっていう単語は私が知らなかったとしますよ。犬だ、あれ犬って言うんだよ、犬かわいいとかって日本語で言うと、
外国の、まあ、現地のネイティブが、ああドッグのことかよみたいな、あれドッグとかって言うから、それであこれは英語ではドッグって言うんだっていう風に覚えるんですよ。なのでこれイコール犬なんだじゃなくて、この生き物はドッグって言うんだっていう風に覚えるんですよ。なのでどちらかというと、こういうバイリンガルの人たちの脳っていうのは、これイコールこれとかじゃなくて、このことをドッグとも言うし犬とも言うしっていう、例えば日本語でもあるじゃないですか。何がない、なんかないかな、いい例が。うーん、例えばいいこと思ってた、日本でもこういう、カバンのこと、これ日本語でカバンとも言うしバッグとも言うし、なんて、あと言うんだろう、手提げ、手提げは言わないか、手提げとか荷物とかっていうじゃないですか。全部このこれを指してますよね。こういうような感覚で英語も覚えてるんですよ、バッグっていう。だから私の今のこういう風にして覚えると、もう全部これとして脳にもう個々で入ってくる、こうやって手提げ、荷物、バッグっていう風に、いちいちこの訳してない。なので脳の作りとしては、なんて言うんだろう、他の言い方として覚えてる感じですね。日本語に訳すんじゃなくて、そのものをイメージしてから覚えていくみたいな。多分他に何かありますかね。だから単語を覚えるときにですね、多分一番いいのは本当に英英辞典で覚えるのが一番いいと思うんですよね。だから英英辞典で覚えたってつまんないと思うので、ちょっとしたコツとしては、例えば、なんて言うんだろう、まあ、カタカナ英語にも似てますよね。プリティとか言うじゃないですか、可愛いこと。で、彼女プリティじゃないとかって日本でもまあ言うじゃないですか。でそのプリティっていうのを、いちいち可愛いって訳さなくても、プリティって言えばプリティなんだって分かることないです。そういう感覚ですよね。あとはカタカナ英語なんだろう、プリティとか、あとスマイルとか。スマイルって言った時に頭の中で笑顔って訳されてます？今も訳してないじゃないですか。スマイルはもうそのまま頭の中に入ってくるじゃないですか、英語だけど。そういう感覚ですね。なのでできなくはないです、英語を訳さずに分かる方法っていうのは。で実際にそういう、特にやっぱり単語をこのスマイルとかでもわざわざ日本語に笑顔って訳すのではなくって、スマイルっていうのを、これのことをスマイルって言うんだっていう、もう直接覚えていく。でこれを日本語ではなんて言うのかな、あ、笑顔。でも多分単語を覚えていくので、まずは多分皆さん辞書引いちゃうんですよね。日本語だとなんていう意味なのみたいな。絶対よく聞くんでしょうね、みんな。これ英語で、これは日本語で言うとなんていう意味なのとかって。で例えばそうすると順序が逆になっちゃうんだけど、例えばスマイルってなんていう意味なのって聞かれたら、まあ多分日本語で言うと笑顔かな、なるほどって言ったら、まず日本語で言うと笑顔かなと思ったら、笑顔を書くかイメージする。でそのことをスマイルって言うんだっていう風に変換してみてください。こっからこうっていうのはダメ、今日から。でスマイルっていうのをまずなんていうのかな、あ、笑顔っていうのねって言ったら、その笑顔を思い起こして、そこからスマイルにつなげるっていう考え方をしていくと、日本語に訳さなくても分かるようになってきます。なんで現地で覚えた単語とかっていうのは、私日本語でもいい単語が思い浮かばないですね。例えば本当にスラングとかになっちゃうんですけど、汚い言葉だけど、シットとかファックとか、あとなんだろう、ウップスとか、あとはアドラブルとか、リアリーとかっていうのは日本語にいちいち訳さなくても、こういう時にアウチとか
畜生ファックとかってなんていうの、畜生とかっていう意味もあるんだけど、そういう感じでもうつい言葉から出ちゃう、口から出ちゃうような単語だから、それを逆に日本語に訳すっていうのも難しい感覚に今なってます。なのでそのまんま理解していく。